はいどうも、ネクロスですさね。今回もブレワイ完結戦やっていきましょう。前回ね、あちらの空に見えてる迷道の近くに来たところからなんですけれども、こっちの馬宿も確か君がいた、いた、いた。ああ大王星様、ごめんごめん、考え事してて。大王星様は君も知ってるよね。ほら、昔話にもよく出てくる大王星様。僕は大王星様はきっと実在すると信じて旅をしながら探してるんだ。最近タバント大橋の先に出現した塔の上から昼過ぎに日が光を落とす方向を眺めると、それはそれは美しい大王星様の泉が見えると風の噂で聞いて、この馬やねけど、とてもじゃないけどあんな塔を登れそうにないよ。せっかく大王星様が大好きだっていうルピーを貯めたのに。大王星がルピー好きっていうのはチンクルのねゲームを思い出すな。ねえ君、君ならあの塔にも登れそうだし、僕の代わりに大王星様へお布施のルピーをお供えしてくれないかな。引き受けた。ありがとう。それじゃあ僕が貯めた500ルピーを預けるよ。500ルピーってリアルでどんぐらいの価値なんやろな。ありがたくもらってくで。大王星様のお布施、あっちの塔から見えるって言ってたよな。まあ普通に橋渡っていくか。多分あのね、こいつこいつ多分ね、試練のほらなんよ。オレンジ色のね、特徴が見えてないけど。んで、相変わらず空飛んでらっしゃるな。さあ、こいつがね、なぜかマグネキャッチに反応するっていう。どっからどう見てもこれ、布やろっていうツッコミはね、布と木でできてるってツッコミはあるけど、全部マグネキャッチに反応するんで。確か、やったことないけど、なんか風車回せるんやったかな、マグネキャッチ使えば。これでもらってくでー。はい、これでもらってくでー。はい、なるほどなぁ。やっぱ辛いことあったやろな、魔物にも。大きな弓即射、いらなぁ。いらなぁ。弓って言えばどんぐらい持ってたっけ。あー、もう全部重心で。個体兵装意味もあるんか。まあいいや。大きな弓は今更感はあるけど、いらないや。で、宝箱あるね。しっかり回収していこうか。でね、前回とかからとね、声がちょっと違うと思う。あの、引っ越ししてね、マイクの環境とかも変わってるから、なんやこいつ。だから前回に比べたらちょっと声のね、質とかが、うわ、なんか、やばい！あ、これ、声の質とかちょっと変わってるかもしれない。はい、回収。まあ、動画撮る前にちょっと調整したから大丈夫やとは思うけど、おかしかったらごめんね。ルビー、いいね。今お金は2500ルピー。さっきのあのおじさんの、ねえ、力回って。2500ルビーまで来たが。リトの村、あ、四天王から探知してる。で、奴がいるね。リトの村に到着したら、やっぱ服とかで結構お金が吹っ飛ぶと思うから。なんや。なんや、どこや。来た。はい。あ、君弓タイプか。あ、かわしたかった。どこや。そっちか。これもバレットダイム使った方がいいでしょう。そこやな。もうバレットタイムが強すぎるよな、このゲームは。お、二連弓。んー、まあ、いらないな。重心の弓の完全介護感やな。地味にルピーが嬉しい。さあ、多分このシーカーセンサーの反応してるのはこちらの上ですね。崖登りは、クライミング装備じゃなくて、この辺装備。で、登っていこう。この辺もかっこいいな。さあ、登ってきたよ。いやー、疲れた、疲れた。ティナ、教祖の祠。力の試練、極意。やっと来たか。何で力の試練、極意行くのって、初めてじゃないかな。あんまり覚えてないけど。お、威力90の体験装備持ってたな。まあ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 、五連弓の爆弾やファントム装備に盾を装備して、これちょっとね、七宝の盾は耐久値高いから、まあ、これ使っててもね、盾の、ね。ずっと圧迫するだけやから、壊れやすいもんから使っていこう。で、どんどん新しいもの入れ替えていこう。これからもどんどん強い盾もゲットできるやろうし。さあ、ガーディアン系にはガーディアン盾、ガーディアンシールド持ってきたけど、ビーム跳ね返せんだって個体兵装限定やったよな。ガーディアン系は、やってくんなーい、ビームを。
今、オッケー、横飛びしてラッシュ取ったら耐久アップの方で殴っていこう。はい、はい、はい。あー、でも結構入る、入る、入る。で、前回と違って、ビタロックも強化されとるから、止めて、パーン。あ、すごい。ビタロックで止めれるのすごい長い。パーン、最後の一発がでかい。今、オッケー。しっかり腕は衰えてないね。さあ、1ビーム半分これで切ります。いいね。さあ、そう来るか。これは確かね、風のやつなんで。あ、一発で止まった。もう、重心の意味、これ意味壊れちゃうけど、まあ、壊れるんやったらもう、パパッと壊しとこ。パパッと壊しとくっていうか。ね。先に使っとこ。使えるときに。待てよ、これガーディアンナイフ持ってたやん。おい、もったいない、もったいない。ガーディアン系には 1.3 倍やね。ダメージ補正が入るから、普通の敵に殴るより、こうやってガーディアン系に殴る方がダメージ効率がいいから、効率っていうかね、やっぱ得した気分になるやん。1.3 倍分。さあ、古代のコアとか落としてくれたら嬉しい。古代のコア、で、ガーディアンシールドプラスプラス。今持ってるのがプラスやから、完全上位互換。威力、防御力42いいね。ガーディアンナイフプラスプラスも欲しいな。でも、フィニッシュブローのやつも壊れそうでした。この二つ入れ替えるか。攻撃力60と40。つえー、いやー、つえー、王家のやり耐久アップいらなーい。いらなすぎるー。克服の証、5個目。ん？あ、そっか。記憶があったな、そういえばこんな場所に。懐かしい。やはり反応しない。この方の遺物は大魔の剣に選ばれた者のための施設、それは間違いないけれど、肝心の起動方法がわからない。どうすればこの中に入ることが。今日は付き添わなくてよいと伝えたはずです。いくら国王の命令であっても、当の私が護衛など必要ないと言っているのです。城に戻り、父にそう伝えてください。ついてこないでください。白銀組やん。しかもモリブリンやん。結構強いでしょ、モリブリン。白銀は白銀モリブリン。しかもなんか3体いないか。なんか3体いる気がするな。俺の気のせいかな。今不意打ちってあったな。あ、よっ、うお、強え。あ、ファントム装備するの忘れとったけど、結局2発で終わっちゃうんで。つえー、不意打ち、つえー、強すぎ。じゃあこの調子で残り2体か、残り2体のタグリンモリプリンも倒していこう。もちろん不意打ちでね。止まってくれたら嬉しいけど、全く気づかれない。いや、これ、忍び装備便利すぎん？すげえ好きやわ。ちょっと待って。どこまで行くのお前。どこ行くね。ナイス。あれ？こういう位置がない。あ、あったね。結構近くじゃないと無理なのか。ただし、接触したらさすがに無理よな。はい！
ここでファントム装備に変えてワンパンはさすがに無理よな。威力 91.5 倍、135。白人くんワンパンっすか。白人って HP 何ぼやったっけ。確か1080ぐらいじゃなかったかな。あ、なんかしかもコログさんのあれもあるし、なんぼっすか。1080、やば、バレてないバレてないバレてない、なんでバレてるの。ほら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 、バレてないバレてない、大丈夫。ここで忍び装備の出番よ。しっかり起き上がって、あー、なに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 、やめてやめて。パッ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 、今ここでファントム装備にしっかり変えて、でいっ、おいいねー、気持ちいい、めちゃ気持ちいいわ。で、あのコログさんもやるっか。まあ、なんか壁登りそうな気がするんで、この辺で逃げていこう。ちょっとスタミナ危ないか。マックスなってから行けばよかった気もするけど、さすがこの兵。このスタミナの減りをもろともしない。いいね。コログの実。13個目。よし。じゃあメドウさんとかや。あっちか。塔も解放しつつ、メドウさんも行こうか。残ってる塔がこの黄色い塔、赤い塔、で、ピン打ってない塔。目の前のがピン打ってない塔やね。いやー、怨念がおるな、これ。怨念が怨念なー。どうするべきか。まあ、ウィンドムーで飛んでいくのは飛んでいくんやけど、なんか出てきた。普通に行くか。まあ、普通に下から登っていこっか。あっちからぐるって回るよ、みたいな感じになってるから。これは大妖精じゃないのか。さすがにこれは大妖精でしょう。行こう行こう。塔からなんか見下ろしてね、言ってたもんね。なんとかおじさんが。大妖精大好きマンおじさんが言ってたから。で、妖精くんもいるでしょう。だから今、あ、いるいるいる。忍び装備に変えたんですね。妖精、妖精4体おるやん。おいよ。おーい。OK。忍び装備は装備しとったらジャンプしとっても妖精にはバレないから、さすがにダッシュしたらバレるけど。OK。で、4体集めて、さあ、大妖精の何かな、誰くんでしょう。シーザさん。はいはいはい。千ルピー、うわ、あれか。君はあの、ガングロのギャルか。真っ黒やな、いい具合に焦げてますわ。焼けてんのかな、焼けて黒いのか、それとも黒人なのか。そもそも黒人って概念があるのか。でも風のタクトの大妖精は真っ黒やからね。あれは関係ないかな。よく見ると私のタイプ。いやね、真っ黒いギャルはね、ガチでちょっと苦手なよな。さあ、服を強化してもらえるが、英傑の服はまだ無理やな。あ、万族いけるやん。万族って、体しか持ってないんか。よし、じゃあお姉さんに強化してもらおっか。いや、忍び装備もリンク似合ってるな。なかなかかっこいい。よし、万族の服。まあ、最終的には、万族から、じゃあ、ファントム装備から、万族に乗り換えていく予定なんで、どんどん強化していこう。そういや、この剣装って何に使ったっけ？なんか、スーパート前になんか、使うかなんか言った気がするけど、結局使ってないよね。まあ、リドの村行ったら、これで料理してみるか。じゃあ、そっちの、足場から登っていこう。なんか敵の本拠地見える気がするー。本拠地っていうか、矢倉が。夜やからさ、多分、ボコちゃんたちも10時は寝てるはずやから、めっちゃ早寝なんで、早寝早起きなんで、あの子たちは。だから、ちょっと忍び装備で走らずゆっくりと行こう。そしたら、不利っていうか、無駄な戦闘は避けれるかもしれない。けど、これは石ロックくんでしょ。ああ、石ロックくんは、あれか、寝るとかそういう概念がないもんね。何食べてるんやろ、石ロックって。
口とかないけど。てか目もないのによく、こっち来れるな。てかこの辺敵いなくね。そもそも敵いなくね。はいはいはい。これはどうしよう。よいしょ。これ登れねえな。うまい具合に、ザバンダの塔。うまい具合にさ、あれ目玉じゃね？これ。お！射抜いた射抜いた。てか、白残らん。あっ！なるほど。これを使っていけってことか。了解。森との村もだいぶ近くなってきたな。三つ目の。いや、かかりこ村とかはてな村とかはしたら結構な村の数かな。結構狭いなぁ、こうやって見ると。何地方なんやろ？タバンダ地方かな？かなり狭いけど。だからここ寒いねんな。あ、もうリンク君も寒がってる。これは防寒着一着でなんとかなるかな？もうなんとかなるね。よし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 。あ、オーロラ張ってるやん。そしたら、あっちに行こうかなーって言おうとしたらさ、なんかもうすでに事故ってない？てかなんか、木箱を置いてる。なんか今まではさ、敵がいたり、その、宝箱があったりしたけど、なんか一つは事故ってるし、もう一つはなんか重たいもんなんかわざわざ空中に上げてるし。んこんにちは。あ、危ない。なんかこいつ、やばい矢を持っていた気がする。そして宝箱もあったんか、そっちに。あー、届かない、これは。仕方ないな。もうスルーするしかないよな。また行けたくない。またこれ、あ、そういうことか。こういうことか。こういうことなのか。このためにわざわざ事故ってくれていたのか。ちょっといがまないで。こういうことでいいんですね。いいんですね。そしてしょぼい。はやぶさの意味か。いやー、これこっち下落ちたら、登ってくの大変そうやな。まあ、リーバルさんのね、たけりがあればいいんやけど、まだ持ってないから、なんか奥にキラキラ光っているものが見えるな。まあ、とりあえずは、リーバルさんを助けに行こっか。なんか、あそこの上に100年間囚われてるらしいんで。英傑加工アロスなんでね。助けに行くか。奥に見える試練の祠は雪ん中やな。雪ん中はちょっとまずいよ。まだ体感がね、体感がってか、その、体感のね、寒さ耐性の防具まだ持ってないんで、まずは買ってからやな、リートの村、ここで。さあ、リートの村に、今一瞬、おー、どんな場所リンク立ってるんや。今一瞬上にリートの村って出た瞬間に、アコバータの祠が出てきたな。おお、メドウの鳴き声と同時になんか、まがまがしい声聞こえたな。てか、メドウの鳴き声ってことはやっぱ、神獣って生き物なんか？機械なんか？どうなんやろ？不思議な存在やな。風車。シンプルイズベストやな。こっちやね。これなんか、結構最近やった気がするね。これね、ここに爆弾置くでしょ？で、これ、風がね、風が来れば、ここの扉開くんやけど、爆風で回るん？回らんか？ん？これなんで開くんや、これ。あ、若干、回るんか。はぁ。これ、ダメでしょ、この仕掛け。本来なんかね、あのスイッチ起動してどうにかこうにかすると思うけど。サファイア、いいね。サファイアは売れるし、サファイアの、耳飾りやったっけ？それも作れるし、いいぞ。しかも綺麗っていうね、コレクト用にもできる。風切り羽ね、風切り羽かな？わからんけど。ゴミ。まあ、ここのダンジョンは明らかね、ウィンドブーンしてくれっていう、ほらなんで、飛んでいきます。ベスト！おい、ちょっと行きすぎで行くん。こっちは特に何もないか。
隠した宝箱とかあったらなかなか燃えるっちゃ燃えるけど、さすがにそんなあったら大変なことになっちゃうか。あーもう閉じ込められちゃったよ。いや自分から飛び込んだか。克服の証6個目というわけで、今回はこの辺にしたと思います。やばくね、黄色い夜明け、朝4時10分、いい景色やな、オーロラもあるし。よし、というわけで、次回からはね、こちらのリトの村でお買い物して、しっかりね、防寒の準備してから、こっちの雪山の探索とストーリー進行をやっていきましょう。